30ドルと評価をして、その株を同じくニューヨーク証券取引所にで上場しておりました京セラの株式、当時82ドルの京セラの株式と交換することを決めたのであります。ところがすぐにその会長から ABX 社の株式のレートが30ドルでは安すぎるから32ドルにしてほしいと申し入れてこられました。私どもの米国の統括会社の社長や弁護士たちはそのような申し入れは真っ向から反対でありました。しかし先方の会長にすれば株主への配慮から1ドルでも高くなるよう要求するのは当然と考え、私はその要求に応じることにいたしました。ところが株式交換の日が近づいたときにニューヨーク証券取引所の平均株価が下落をし始め、京セラの株も10ドル近く値下がりし72ドルになったのであります。それを見た九段の会長から再び連絡が入り、一旦決まった京セラの交換株価レートを82ドルから72ドルに変更してほしいというのでありました。京セラの株価だけが下がったのならともかく市場全体が下がったのでありますから、交換比率の変更の必要は全くないというのが通常の見方であります。京セラ側の関係者もまた口を揃えて申し出を突っ張るべきだと主張いたしました。しかし私は再度の不利な条件変更にも応じることにいたしました。それは打算でもなく情けにほだされたものでもなかったのであります。買収や合併とは全く文化の違う企業同士が一緒になることであり、いわば企業間の結婚のようなものであります。ならば最大限に相手のことを思いやる必要があると考えただけのことでありました。結果、買収後京セラの株価は右肩上がりに上昇し、 ABX 社の株主は大きな利益を得て喜ばれたといいます。 ABX 社の従業員も買収された側に生まれがちな買収した親会社に対する反感や不平不満もなく、京セラの経営哲学を素直に受け入れてくれ、両者の間には最初から素晴らしいコミュニケーションが築かれるようになったのであります。またそのようなこともあって同社は買収後も発展成長を続け、買収後5年足らずという短い期間でニューヨーク証券取引所へ再度上場を果たしました。京セラはこの再上場を通じて多額の株式売却益を売ることにもなったのであります。一方、今から20年ほど前に京セラと同様に多くの日本企業が米国企業の買収を図ったのでありますが、その後大きな損失を伴った撤退や売却が相次ぎ、米国での日本企業による企業買収が成功した例をあまり耳にしないのであります。私はそれらの失敗例とこの私どもの ABX の成功例とのギャップは利害得失だけを考えるのか、それとも本当に相手のことを思いやるのか、その心の差異が現れたものであると考えております。中国の古典諸教にも慢は損を招き、剣は益を浮くとあります。相手を大切にし、思いやるという利他の行為は一見自分たちが損をするように見えても、長いスパンで見れば必ず素晴らしい成果をもたらしてくれるものであります。最後に第12条は、常に明るく前向き、夢と希望を抱いて素直な心ででございます。経営者というのはどんな逆境にあろうとも常に明るく前向きでなければならないというのは私の信念であります。経営に携わっておりますと、次から次へと
さまざまな経営課題が現れてまいります。しかしそのような苦しければ苦しい局面ほど夢と希望を失ってはならないのであります。ともすれば降りかかる経営の諸問題に押しつぶされそうになり、そのような状態にじっと耐えている経営者の姿は悲壮感さえ漂うものかもしれませんが、あるいは皆さんも私が強い意志と闘魂などと申し上げましたので、そのように悲壮なまでに思い詰めて悩み抜いて経営しなければならないと思われているかもしれません。そうではないのであります。凄まじいばかりの闘魂にはどんなことがあってもくじけない強い意志力がいるからこそ、日常は明るく振る舞う心がけが大事になってくるのであります。そうでなければ長く経営を続けることはできないはずであります。一方では何としてもやらなければならないという強い思いがありますが、もう一方では何があったとしても自分の将来には必ず素晴らしい未来が開けるのだという確信を抱いて、明るくポジティブに生きていきていただきたいと思っております。今はどんな逆境にあろうとも自分の人生をポジティブに明るく見ること、それが人生の鉄則であります。経営者として生きる要諦でもあります。例えば今健康を少なっていても必ず元気になると信じて養生をする。今資金繰りに苦慮していても努力をすれば何とかなると信じてさらに努力を傾ける。そのようなことは逆境の渦中にある当人にとっては大変難しいことではありますが、無理やりにでも自分にそう思わせて努力を重ねなければならないのであります。そういう明るさを秘めた前向きでひたむきな努力は長いスパンで見れば必ずや報われてまいります。それは自然がそのようにこの世界を作っていると私は思うのであります。このことを私は宇宙の意志と調和すると表現して、多くの方々にその大切さを説いてまいりました。美しい心と思いやりに満ちた謙虚で、感謝を忘れず素直な心を持って努力を重ねる人々の運命が必ず開けていくということは、私が魂の奥底から信じているまさに信念であります。このことについては、またいずれ改めて詳しくお話をする機会もあろうかと思いますので、ここでは経営十二箇条の頭尾を飾るにあたって、中国の古典、越境の一節を引用させていただきたいと存じます。積善の家に余計あり、積不善の家に用あり、人生も経営もその成否を決するのは、経営者が何を思い何を行うのかということにかかっております。今まで述べてまいりました経営十二箇条、ここにお集まりの中国を代表する経営者の皆さんが真剣に学ばれ着実に実行されれば、おそらく皆さんは見違えるような経営者に変わっていかれることと思います。そして皆さん、経営者が変われば次に皆さんの会社の幹部が変わります。さらには従業員が変わってまいります。そうすれば皆さんの会社は活力に満ちあふれ、素晴らしい高収益と急成長を示す創造的な企業へと必ずや変貌を遂げていくに違いないと私は断言させていただきます。本日の私の講演がそのような素晴らしい経営をこの会場にお集まりの皆さんが実践される契機となりますならば、誠に幸いに存じます。またそのことを通じまして、限りないよく中国のますますの経済発展、さらには一子大水の日中両国の親善向上の礎ともなりますことです。ご清聴ありがとうございました。
本产品的研发得到了稻盛和夫北京管理顾问有限公司的大力支持。稻盛和夫北京管理顾问有限公司是日本京瓷公司名誉会长，日本 KDDI 公司最高顾问，日本航空公司董事长，日本政府特别顾问稻盛和夫先生提议设立直接投资并亲自担任名誉董事长的中日合资企业。公司致力于传播稻盛经营哲学，促进企业健康发展。作为盛和熟中国总部，组织有志于实践稻盛经营哲学的企业经营者开展学习交流活动，帮助中国企业引进阿米巴经营模式，打造高收益的企业体制。